皆さんこんにちは。こんにちは。すいません、ありがとうございます。相変わらず空気読めなくてすいません。ですね、まさかの2回目ということで、本当に嬉しい気持ちと、そしてまたこの世界、この連投世界に戻れることをとても、嬉しく思い、このカンパニーを一つにするために、ずっと、裏ではふざけていようかなと思ってもいるんですけれども、またもう一回東京、また今回地方公演までみんなと連投ができてすごく嬉しいなと思ってます。この中では多分一番年下で、経験値もゼロに等しくて、右も左も分かんないぐらいのなんかひよっこなんですけど、先輩方の背中を見て一生懸命食らいついて頑張りたいなと思います。愛が全てに勝つっていうこと、みんなが一緒に感じるのは、連動しかないとずっと思ってて、来年超でございました、なんですがミュージカル初挑戦になるので、まあでもいくら年取ってようが新人の気持ちでですね、頑張ろうと思ってます。なんか人柄なのか、その思いなのか、歌に対してもそうだし、表現することに対しての自分の強さっていうものが、どこのカンパニーよりも一人一人がすごい強く持っていて、あ、だから日本でもレントっていうものは皆さんに愛されて、皆さんの心に届いて、ニューヨークで、いろいろ感じたことだったり見たことを、いっぱいエッセンスを、エンジェルに取り入れて、一生懸命演じていきたいと思いますので、この作品と出会って、何でしょうね、考え方とか価値観とか、こう生きるモチベーションとか、全て何もかもが新しく生まれ変わりました。私若い頃からお仕事しちゃってて、あんまり学生時代っていうものを経験してないので、ここで青春を取り戻してはい、夏ですし、はい、みんなでスイカ食べたり花火したり、はい、クラスメートみたいに楽しくやっていけたらなと思います。よろ、この作品が初めてミュージカル初体験でやったって方もすごく多くて、実は私も前回がそうで、この作品が初っていうのは、とても幸せなことでして、嫌われるのが、疲れるっていうもということにもあるんじゃないですか。それでそういう意味で、はい、頑張りたい。僕も分かんないです、何言ってるのか、はいはい、外人組頑張ったですね、はい、外人として頑張ります。